はい皆さんこんにちは静岡県環境衛生科学研究所創薬プロジェクトリーダー安藤ですご視聴の創薬チャンネルでは癌に関する正しい知識の発信と我々の創薬研究の紹介をしていますぜひご視聴ください今回で第四回となりました今後も可能な限り継続していきますよろしくお願いしますさて皆様から癌の進行度について教えてください っていう質問をいただきました。よくテレビとかでも、早期がん、末期がんっていう言葉をよく聞かれるかと思います。がんの進行度によって治療法や治癒率が大きく変わってきています。第4回の動画を最後までご視聴いただき、がんの進行度について正しく理解していきましょう。それでは、行ってみましょう。 まず癌の進行度はステージという言葉で定義されていますステージの後に0から4までの数字を付与して分類しています数字が大きいほど進行しているという意味でありますがんの進行度を決めるファクターとしては3つありますまず1つ目が癌が,がどれぐらい大きくなっているか浸潤しているかその程度が1つ2つ目がリンパ節に転移があるかどうか っていうことになります。で、この体中にはもうリンパ管っていうのが張り巡らされていて。 でその中にリンパ液流れています。そのリンパ管のつなぎ目みたいなところに節みたいなところがあって、そこをリンパ節って言います。でそこにはフィルターがあってろ過するような感じになっていて、まあ、そこにま老廃物とかウイルスとか細胞が死んだものとかまあ癌細胞もそこにとどまります。でそこには免疫がいっぱいいてそこでどう処理されるっていうことになっているんですけれども、ここにがん細胞が来ちゃう。 そこでがんが大きくなって腫瘍になっているとこれリンパ節転移があるということになります。3つ目は 多臓器に転移があるかどうか、ど、え、う、ー、これ最初、まあ、例えばの例なんですけども一番最初にまあ大腸でこうがんができたとしますでこれがまあ先ほどのリンパ管とか血管とかに乗っかってがん細胞がこう移動してほ、まあ、他の臓器、まあ、今回まあ一一例なんですけども肝臓や肺で大腸がんが転移して、まあ、そこでまあ多臓器に転移があると。 このような3つのファクターでステージ分類されていますので順番にステージ0からね見ていきましょう。 ま、えー、まず典型的なな、まあ、組織の図になりますこれ大腸を,を例にとってますけども上皮とか粘膜があってその下に筋肉層があって、まあ、リンパ管とか、まあ、血管とかがあるといったこういったあ一般的な断面図ですねこれを例にとって見てみましょうステージ0はその一番上の、まあ、上皮とか粘膜上に、まあ、がん細胞ができて、まあ、それが主要化しようとう。 いったところです。まあ、非常にまだごくわずかで、えー、自覚症状もありませんし。しまあ、この状態でね。癌を見つけるというのは非常に難しくて、まあ、検診で運よく見つかることもあります。けれども、なかなかこの段階では見つけるのは難しい。逆にこの段階であれば非常に完知率も高いということが。あります、次ステージ1です。で、これはステージ0から進行してま癌、あ、が大きくなっ。 でその上皮粘膜を通り越してその下の、まあ、筋肉とかそういったその臓器じゃないところにちょっと飛び出た感じのものをステージ1っていいます。でこちらもまだあ,のあまりね自覚症状ないので、まあ、大腸なんかは内視鏡で、まあ、こう見つかってくることもあります。 こちらもまあステージ01ですとも非常に切ってしまえばでこの10年生存率も非常に高くてあの治療効果も上がってきますのでまあ01の段階でね見つかると大腸がんですとまあ8割9割ぐらいは10年生存率があるということになっています。 さあ次、次ステージ2なんですけれども、ステージ1からさらに筋肉層を飛び越えて、その下にあるリンパ管ってとこにまあ、いわゆる到達したところです。まだそのリンパ管の管のとこに到達したかまあ、少しだけ漏れ出てるって言うのも、ステージ2に含める場合もあります。この段階であれ、リンパ管の先にはリンパ節っていうところがあるので、まあ、そこには転移して。 まあ基本的にはがん少し進行してますがこれくらいまでだとまあは望めてきます。す。ステージ3で,すでこれはこのリンパ管の中にねがん細胞入ってそれがリンパ管のとこ移動していってその先ほど言ったまあ体にあるリンパ節っていうところにとどまってそこでがんが大きくなっている状態これをステージ3です。 3人このステージ3になってくるともう転移多臓器の転移の一つ前で非常に進んでいるんですけれども、まあ、このリンパ節を取っちゃう手術とか、まあ、その最初にできたがんを切って取ったり、まあ、抗がん剤治療とかもありますしまだ根治を目指す治療っていうものが積極的に目指せます。 ステージ4ですね。これがステージ3からさらに進んで、まあ、リンパ節転移っていうものがあるなしに関わらず、もう他の臓器に癌が,が見つかった場合転移って言います。で、これ他臓器に転移がちょっとでもあった場合、これステージ4になりますので。 ステージ4になってくると、その最初にできたところも直さないといけないし、まあ、他に転院したところも直さないといけない。ので、非常にね、治療が難しくなってきます。ステージ4っていうのは非常に、えー、と治療法限られてくるんですけれども、まあ、今、えー、現代医療ね、進んできてます。完治を目指す治療法、残されている場合もあります。 最後ままとめに入りますがんの試金高度ステージ0から4まで、えー、分類されていてそれはがんの浸潤度リンパ節転移のあるなし。 で、多臓形の転移があるなし。この3つのファクターで0から4まで規定されています。転移があるかないかで非常に治療法変わってきますので、まあ、なるべく早い段階でね、見つかるっていうことが大事になってくると思います。で、まあ、ご視聴の皆さんももし不安に思うことあれば、もう、がん検診ね、市町村で補助もしてます。ぜひ、検診に行きましょう。 さて創薬チャンネルでは皆様からがん創薬に関する質問をまだまだ受け付けております概要欄のホームから是非質問お寄せくださいお待ちしています次回はがんの転移についてやりたいと思いますということで第5回でね次お会いしましょう See you next time バイバイ See you